県民チャンネルへようこそ。実況県民、解説の県じいじゃ、両名でお送りいたします。ヒロアカ VS 県民、果たしてどのような戦いになるのでしょうか。ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。赤コーナーより県民マン選手の入場です。果たしてどっから取り出すのか。おっと、いきなり飛び出してきたのは我らの悪役ヒーロー県民マンだ。160センチ、90キロ、プロレスリング県民所属、県民マン。まだ余裕シャクシャクでしょうか。これからの戦いに注目です。果たしてどのような戦いを見せるのか。レディーファイ。ここは相手を牽制しながらじわりじわりと近寄っていく。おっと、ここで四つ組み、そして力比べ、なかなか力が強い。ここはケンミマン選手、何やら首をもぞもぞ。これは何なんだ。まだもぞもぞしている。首から取り出したのは、おっと、これはケンジさん、これ凶器ですかね。スマホじゃ。スマホですか。そうじゃ、これで戦うのじゃ。今絶賛コラボ中、ヒロアカコラボに県民マンが挑む。早速何やら、おっと、これは恒例となったおまじないタイムですかね。それではご静粛に、これから始まる県民マンのおまじないタイム。さあ、オラゴンをくる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 回していく。くるくる回して回して回して、そしてボイスを聞いていくが、おっと、デッキに戻ってしまった。そしてボイスを聞く。 OK、 これでもおまじない完了。そしてケンミンマン選手、まだ回さないんですかね。ガチャをこっからは何をするんですか。お祓いじゃ。お祓いですか。そうじゃ、これをすることにより爆死を逃れるっていう作戦じゃ。なるほどですね。ではガチャの様子を見ていきましょう。まずは10連目から。そう、どのようなキャラが出るのか。県民は無駄にカメラ目線、少し気持ち悪い。ガチャル、さあ引っ張るショット。演出はないようですね。さあ、何やらもともと動いてるが、おっと、いきなり止まった。これはもしや星4じゃ。県民マンぬか喜び。おっと、また止まったな。これも星4か。星4じゃ。さあ、こっからですね。さあ、何が出る。おっと、これはサラスバティですかね。まあ、こっからですね。さあ、こっから止まればだいたいコラボのキャラになってきますね。ストライクショット。さあ、20連目。さあ、こっからが勝負。果たしてキャラは出るのか。さあ、順調な滑り出し。これはもしや、はい、爆死。県民マン大きな一撃を食らってしまった。果たして県民マンまだまだ体力に余裕があるのか。30連目いってみましょう。ヒップルショット。さあ、マフラーが乱れているが、これは痛いのか。さあ、これも順調な滑り出し。さあ、何が出る。おっと、これもいつものやつ、爆死。県民マン選手、早くもグロッキー状態。これは大丈夫なのか。まだ星玉があるみたいですね。さあ、星玉ショット、行ってみよう。さあ、何が出る。おっと、これは
今回初の星5キャラ、トドロキですか？トドロキショートだよ。なんとかケンミンマン選手、星玉でコラボキャラ限定当てていく。さあ、こっから40連目いってみよう。さあ、また気持ち悪い。さあ、この格好は何なんだ。さあ、順調な滑り出し、これもまたしてもバクシー、県民マン瀕死。これは戦いになりません。全く劣勢状態、県民マン50連目懲りなくいくようだ。引っ張るショット。さあ、起死回生の一撃となるか。さあ、これも順調な滑り出しみたいですね、ケンジーさん。バクシー、ケンミンマン選手弱すぎる。これじゃ試合になりません。さあ、もうこれは首を、何やらまだまだ、そうです、これは力がなくなっていたようですね。気を取り直して、もう60連目行ってみよう。引っ張るショット。さあ、ぐる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 。さあ、何が出る。またしても順調な滑り出し。果たしてこのままでは県民が死んでしまう。これでは、おっと、最後に止まったのは、おっと、これは星5限定キャラ、カツキ。カツキをゲットしたようだ。なんとか戦えるようになってきたケンミンマン選手。さあ、こっから大一、起死回生の攻撃を狙っていく。おっと、ここでボックスいっぱい。ケンミンマン KO。 次回の戦いに期待しましょう。ここまでお送りしたのは、実況ケンミン、そして解説のケンジーじゃ。以上、両名でお送りしました。少しでも参考になった、面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。